めっちゃいいっすよ。スイッチ。アズワングランプリセカンド1回戦先鋒戦でございます。よっよっ、おはようございます。黒羽軍団の小太郎です。おはようございます。梅屋軍団の誠です。ちょっと言い慣れてない梅屋軍団、ね、普段はちゃいますもんね。そうですね、パチスロ必勝煩悩とかっていうふうな集まりが多いんでね。そうですよね、まあ、黒羽軍団 vs 梅屋軍団ということで、はい、ガチ勢 vs ガチ勢でございますね。そう言っていいのかな。そうですね。まあそうですよね。まあ、でも黒バラ軍団はやっぱりガチでね、戦ってるっていうのはもう僕も知ってますし、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、はい、必勝本のまあ梅屋軍団の中に、はい、そうじゃない人もちょっとそうじゃない人もいるんですか。まあでも僕とかもそんなそこまでガチだという自負はないので。あ、そうなんです。まあ確かに初めましてで、あんまりちょっと分かってない部分は多いんですけど、はい、ただでもなんか初めましてなんですけど。初めましての感じはしないんですよ。あ、本当ですか。あの昔からもうベテラン中の大ベテランじゃないですか。まあ、2018年になるともう、16年目ですね。16年、あの僕まだペーペーなんで。そんなことないですよ。4年目ぐらいですよ、まだ。全然もう、まあ、活躍されてるなっていう印象はもう、見ていただけてたらそれ光栄ですけれども。ありますけど、だからどんな方なんかなっていうところはあるんですけど、はい、なんかパッと見第一印象ですけど、はい、まあ、失礼になるかもしれないですけど、ちょっとむっつりスケベな感じかなっていう。どんな、そんな印象受けます。いや、なんか顔的にですけど、顔的あんまり言われない。フェイスがなんかちょっとむっつりスケベなんじゃない。これむっつりスケベ。いや、あんまりこうがっつりエロ出していかないタイプ。いや、まあがっつりエロは出していかないですね。あの店員さんとか、例えばミニスカの店員さんとかいたら、あのパチンコの玉運ぶときとかチラって見る、かがんだときとか見るタイプじゃないですか。さりげなく横目とかで。朝からこんな話すんの。いや、こんな話していきますよ。そういう番組に。いや、僕ね、でも2017年の夏に結婚したんですよ。あ、割とまだ新婚なんで。はい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 。あ、おめでとうございます。あ、そんななんかね、ぶっつりつけねっていう話を。そうですね、ちょっとおかしいっすよね。そういえば、あの、はい、一度リノさん、黒バラ軍団やってリノさん対戦されてますよね、はい、昨日なんか伝言いただきまして、はい、伝えといてくれっていうのは、まあ、それがあの結婚おめでとうでした。あの完全忘れてました僕。言うてましたわ。あ、リノさん、ありがとうございます。はい、いや、リノさんとはなかなかいい勝負をさせていただいたなっていう記憶がらしいですよね、はい、で、この番組の前番組の B1 選手権に出られてたんですよね。しかも結構勝ってませんでした。結構いいとこまで行ったんですけど、僕ウイチさんに負けて、はぁ、あ、はぁはぁ、あ、まあ、涙飲んだ感じ。3位ぐらい準決勝まで。そうですね、その辺でしたかね。行ってるんですよね、はい、実は僕もそうなんです。あ、そうでした。僕も同じ大会の別の側にいたんですよ。で、3位まで行ってるんです。準決勝まで行ってるんですよ。それでお互い負けたっていう感じ。そうですね、だから実質3位決定戦みたいな。今日がなるほど。そんな感じですけど。わかりました。でもなんか、はい、あの僕ちょっと聞いたんですけど、はい、まあその前シーズン、ファーストシーズンですか、はい、あの黒羽軍団の皆さん、はい、負けたってん何ですか。負けたのにどうして出てるのかなみたいな。いや、もうそれはもうあのジャンバリの力ですね。もう完全にパワープレイで主催側の、あの言ったらあのワールドカップもあの予選なしで出るじゃないですか。開催国が出ます、ね、ロシアが出るじゃないですか今度。出ます。だからそういう感じ。開催国みたいな感じなんで。じゃあそこはちょっとすいません、なんか変なこと言ってます。 あんま言わといてください、ね、そういうこと、はい、あの触れんといてください。でですね、はい、他のこの後の対戦カード、はいはいはい、まあ、ちょっと発表していこうというところなんですけれども、まあ、先鋒戦が僕たち、はい、そうですね、まあ、3位決定戦するんですけれども、はい、で、次地方戦がですね、はい、黒バラ軍団がリノさん、はい、で梅屋軍団がヒョウさんということで、
まあ、リノさんはもうご存知だと思うんですけども、ね、まあ、刈り上げのね、そこ発するとかじゃなくて、あ、そっちでしたっけ、はい、あ、説明するのそっちですか。そうそうそう、まあ、あの硬い立ち回りですね。うまいなっていう感じ、ね、そう、ほんで A タイプだから、タイプ的には結構似てらっしゃる、硬く言ってくれると思うんで、まあだから2番手には結構ふさわしい。そうですね、まあ、ヒョウ君もまあ何でも打ってるというか、はいはいはい、ノーマルも打つし、ART、AT も打って、割とあの人、時々ゴッドハンドっていう、時々なんですかね、時々ゴッドハンドっていう、はい、みんなそうじゃんみたいになっちゃうけど、はい、でもなんか、跳ねるときは本当、跳ねる人なんで、あー、なるほど、もうヒョウさんね、何回か対戦させていただいたことあるんですけど、はい、あの人もエロいっすよね、そっち、むっつりスケベ、ヒョウ君はまあ、わりかしエロい、立ち回りがせこいんですよ、この方。せこいなんせよ、くせこいって言われてるよ、もう人を騙すことしか考えてへんでしょ。いやいや、そんなことない、いや割と高青年ですよ、男ですよ。いや、言い方ですけど、だからリノハさんが騙されへんか、まあちょっと心配な節はあるんですけれども、で、中堅戦がですね、はい、黒原軍団がたくさん、はい、で、梅屋軍団の方が三原明さんということで、これね、ぶっこみのタクなんですよ。ぶっこむんすよ、マジで好きな台に。なるほどね。ここがちょっと黒バラ的にはキーポイントの一つになってくるんじゃないか。跳ねる可能性が、跳ねる可能性も十分にありますし、クソ死ぬ可能性もあるっていう。なるほど。まあそれに対して、はい、三原さんは、はい、まあパチスロ秘書の中の歴で言うと、はい、まだ浅いんですけど、はいはいはい、パチスロは相当うまいですから、まあ、立ち回りが、まあ、言ったらガチプロなんで。あ、ガチプロ系の方なんですね。僕らとかが見ないような状況とかもちゃんとチェックして、はあはあはあ、設定積もって勝つっていう、まあ、正統派っていう、あ、正統派の高設定狙い VS 方や好きな台を打つ高設定狙いで、ほんま出してくれるとき出してくれるんで、1を6にペイアウト上げてくるパワー持ってるんで、彼はそれすげえな。いや、これ無敵じゃないですか。まあまあ無敵に近いときも、無双に入るときはあるんですけどまあここだから、ここちょっと一つ勝負どころかもしれないですね。で、副将戦、これがですね、黒バラ軍団が誠司さん、はい、で、海屋軍団の方が松間優さん、はい、ということで、で、はい、冒頭で、はい、ガチみたいな話あったじゃないですか、はい、すげえ下手くそなんですよ、うちの優くんは。あ、その唯一一人ちょっとっていう方が松間さんなんですね。松間さんはね、はい、本当、まあ、すぐゴッドを座っちゃう。で、はい、彼曰くですよ、もうその台に、まあ、なんか打つじゃないですか、はい、そしたら設定云々じゃなくて、はい、その台で出したいっていう感情の持ち主一回座ったら、そう、え、その台で勝つまで打ちたいっていう、あ、そういうタイプなんです、ね、向いてない向いてない向いてない、戦力外的な感じにはなってる。まあでも、まあ、言ったら、まあ、ゴッドとか好んで打ってるし、うん、そういう、なんだろうな、こうたまに噛み合うときはたまにですよ、ほんとたまにある。だからもしかしたら外戦とかで万枚とか出しちゃう可能性もあるっていうことですね。頑張ってる感じ。まあでもね、それに匹敵するぐらいね、自称リーダーの誠司さんもふざけるんですよ。もうなんやったら前回の大会の時、アズワンの時、仮面ライダーブラック打ってましたからね。なんでやねんと。真面目にやったらできる方なんですよ。勝率もなんか黒バラ2番ぐらいでいいんですよ、はいはい、固くいけるんですけど、はい、なんせふざけたがる。本当にそこが副将でいいのかっていう疑問はね。いや、そうなんすよね、ちょっとねっていうとこはある。だからこの中堅と副将で大荒れするんじゃないかなっていう。全然ありますね、うん、先方地方はまあある程度収まるかなっていう感じはするんですけど、で、まあそれの後に控えているのが大将戦、これが、黒バラ軍団が二郎君と、はい、で梅屋軍団が、まあ、梅屋新さんということなんですけれども、はい、まあまあここはね、うん、まあ梅屋君勝ちます。いや、なんその何なんですか、この根拠は。二郎君がすごいのはもう知ってますけど、はい、梅屋死んだよ。うわ、それ来たうち二郎ですよ。いやいや、まあでもやっぱ梅屋君は、はい、やっぱそのトータルでやっぱすごいし、はい、三原さんとかよりもガチだけど、はい、まあ、やっぱその歴が ね、まあ、そうですね、プロでやってる、そうですね、長さ、まあ、今はまあガチのプロじゃないけども、はい、そうだったとしてもやっぱ立ち回りは抜群にうまいですから。そうですね、そう言われるとなんかあれですけど、でもそんなん言ったら二郎君も引きも強い、立ち回りもうまい、運も味方してる、もう三拍子は揃ってますから。あ、まあ、でも確かにその運っていう要素でかいですよね。そうなんですよ、こういう一発勝負の、はい、あれはそうなん、一発勝負なんでね、で剣もできないっていう状況なんで、はいはいはい、まあでもいい勝負にはなるんじゃないかなと。そうですね、はい、
ということで、まあ、こういうラインナップで対戦していくということですけれども、はい、本当にこれ梅谷さんガチで選んだらしいんですね。そうみたいですよ。だから唯一ミスったのが松間さんっていうぐらいでちょっとなんかいなかったのかもしれないですね。他にメンバーがおらんかったっていう感じなんですかね。じゃあ、まっちゃんでいっかみたいな。なるほどね。え、それでまあ抽選まあ受けてきましたけど、はい、何番でしたっけ。41番ですね。僕11番やったんで、狙い台とかなんかあります。そうなんです。僕このホール、はい、他の収録とかで何回か来たことあるんですけど、ああもうそういうとこもセコいですもんね。セコくらいだなんて。他の人初めてやのに。いや、じゃあ俺もそれに合わせて初めて来ないといけないの。いや、まあそういうことはありますよ。あるのかな。来てるんですね。何回か来てます。だったら最近も来てます。あ、最近も、はい、来てますけど、まあバーサスがね強いんですよ。バーサス、あ、でも残念ですね。ルールがありまして A タイプ禁止って。いやいや書いてなかったよ。え、それはもう本当幸太郎さんとかあれでしょ、二郎くんとかその辺の人たちのルールでしょ。いやいや、じゃあ暗黙の了解であるんですよ。暗黙の了解でとりあえず A タイプはなしっていう。なるほどなるほど。じゃあ僕11番なんでバーサスに。いや、まあ全然打てるなら。いや、すいません、打てないです。すいません、あのえらいことになります。大炎上します、アズワンが。バーサス本当。あとはね、はい、ドキドキも朝行きますよ、皆さん結構。あ、オキドキ戦リセなんですかね、もしかしたら。分かんない。その辺はアバウトです。その辺はアバウトです。全然いかないんで分かんないです。あ、じゃあ僕はしっかりとまずリセットチェック。黒バラっぽく、あ、っぽいですね。黒バラっぽくっていうか黒バラなんですけど。そうだ、ここもしっかり立ち回って、はい、勝ちに行って、はい、あれですから、あの景品、優勝、そうそう、優勝商品。そうですね。何でしたっけ、ドリンク1年分でしたっけ。そう、栄養ドリンク。まあ、なんだろう、もらえたら嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、なんか優勝してそれってどうなんだろうなっていう気持ちはね。確かに、しかもこれ1年分って1人ずつなんかなっていうところもありますよね。そうだ、みんなで分け合うんかなみたいな。5人いるから、すげえ複雑なところありますよね。まあ、もうちょっと違うのにしてくれっていうのはありましたけど、まあそんな感じで実戦の方、はい、よろしくお願いします。お願いします。スタート、行ってきます。まあ、先鋒戦の役目はね、大負けしないこと、そして多分またここで誰かしら実践すると思うんですよね。だから状況を把握して本当にそれを伝えるっていうのも大事な役目かなと思っておりますけども。いや、でもさっき、まあ、あの抽選終わって、オープニング終わって、幸太郎君といろいろ喋ってたんですけど、もうあの積もりましたって言われたんで、いや多分まあいろいろデータ見ててこれだなみたいな1台が。でまあ、11番で入場するんでね、彼もう積もった気満々でいるみたいですけど、まあ、ただ来たことない初見のホールだっていうんで、そういう意味では、まあ、多少僕に分があるのかなっていう気はしないでもないんですよね。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。やっぱ今回優勝しないといけないんでね。どうな、早い番号の人どこ行く、結構ばらけますね。っていうか広いな、どこに何あんのかがちょっと把握しづらい。ちょっとバラエティ一旦見てみましょうか。ここがリセットかかってるようであれば、多台数機種そして小台数機種もリセットの可能性が高まってくるんで、まずはバラエティから見ましょう。行きます。完全にスルーしましたね。まあ出目が変わってる可能性もありますけれども、据え置きかな。あ、コードギアス見ましょうか。あ、見てる人いる。あ、ガックンした、ガックンしましたね。三大構成のコードギアスで、しかも広角スタートかな。これ見てみます。あ、これはしないんや、ランダムか。しかも機種単位っていうわけでもなさそう。わしは角で、まあ一応あのね、角も強いんですよ。こっちに置いた方がいいのかな。ちなみに昨日は、うん、まあへこんでるっぽいですね。一昨日プラス2000枚以上かな。これはあの幸太郎君には言わなかったですけど、角は強いっす。幸太郎君はどこに行ったんだ。あれあれ、何してやるんですか、何取ったんですか。あー硬いなー、やっぱり
でもあのもう積もったって朝言ってたじゃないですか、車の中で。あ、言ってましたね、狙い台バッチリあるんで。あれ、いや、いや多分こんだけ広いんで、台数多いんで、見てからでも、あ、そういうことか。そうです、あの積もれんかった、まあね、積もったとは思ってますけども、はいはいはい、積もれんかった時万が一のための保険を今かけてるわけです。なるほどね、そういうことなんで。さすが、さすが、あっぱれ。やることやってるんで。バーサスか、変態や。でもさあ、では梅屋軍団先方の私誠バーサスから始めたいと思います。全部で5台あって今3台ですね、僕含めて動いてるのが。で、まあ、1人子役数えながら打ってるお客さんもいるんで、であと全体的なここ数日間のデータを見た感じ、やっぱり使ってるのは間違いないなというのがありますね。まあこの一応角がホール全体的に強いなという印象はあるんですけど、まあ角じゃなかったとしてもまだ一応動けそうかな。一生吸いかないからな。ああそうですね、やっぱ1枚だった、当たりました。今のは良かったよ。左が、まあ、あの VV ベル、うん、VV ベルですね、狙ってここまで滑った時点でスイカをボーナスで挟んで赤7狙って1枚はケアしたんですけど、スイカの場合は1勝とはスイカの可能性ないんで二角でしたね、全部できる。85ゲーム、賭けかな、賭けだ。おっしゃ、2000円。相当しなかったらね、斜めスイカはボーナスなんですけどね、ここね。あー、スイカか。まあいうことになって、あの短杯が一コマ滑りかな、一コマ滑りもないし、ビターで上段に止まって消灯なしというとこからのリーチ目が見たいから、まあ横棒になった時はよく半分を狙うんですけど、まあ、やっぱ言っても斜めスイカはボーナスなんで、そうそう止まんないのは分かっててもね、消灯で消灯が絡んで当たることも全然あるんで、消灯しても熱いっちゃ熱いんですけど、お当たりました、挟んじゃったんだよな今、順押ししてればこれで二角だったんですけど、ビッグバンだったねフラッシュがね。210ゲーム、一枚役かな。あー、また化けだ。こうなるとちょっときついよね、早めにビッグ引いて RT ついてきていろいろ判別要素があるっていう感じなんで。あ、でもホールによってその例えばこのホールだとバーサスが5台あって、その後ろに花火が何台だ、8台持ったのかな、10台ぐらいあるんですかねっていうような感じで、どうしても花火とバーサスって比較されがちになると思うんですけど、まあ、僕が聞いた話ではバーサスの方がホール的には、なんていうの、辛いというか回収しづらいらしいですね、花火とバーサス比較すると。目玉性能は多分ほんとほぼ一緒だと思うんですけど、その差はじゃあ何かっていうと、やっぱり予告音の有無だそうで、予告音が鳴った時にしかチェリーの可能性がないっていうゲーム性なので、まあやっぱさすがにそういう基本的な情報はね、もうバーサス打ってる人には浸透してるはずなので、予告音鳴った時にちゃんとチェリーを狙うっていう、みんながみんなそういう打ち方をしてるから、まあ、花火はね、予告音なくても、まあ、予告音自体がないんで遅れしか基本的にはないので、そういうチェリーの取りこぼしがやっぱバーサスより多いみたいですね。
ノーマル朝から、まあ、他の島の状況ほぼ見ずにノーマル朝から打ってるんですけど、まあ、そういう感じなのです。1万円以内にもろもろ収めたいなというふうには思ってるんですよね。絆めっちゃ埋まってるやん。ちょっと待って、あれやっぱ絆埋まるんや結構。あれ俺狙いない取れへんのちゃん、やばい、ちょっと悠長に見すぎてましたわ。悠長にしすぎてた。続々と入ってくるやん。待って、え、624番台絞ってあるやつ、624番台。座ってる座ってる、取られてる。あ、そうなん。いや、こんだけみんな絆もう満席、ほぼ満席になるやん。うわ、じゃあ絆か、絆行くか。ちょ待って、あ、何台かあと絞ってあるんですよ、候補台は。633633、あ、座ってる。633も空いてない。637、空いてるけど、これ11ゲーム回ってんのか。まあ高額じゃなかった。だからランダムリセットなんで、変更できれば変更確定っていうのを上げ狙いで打つならば打ちたいんですよね。次66、一発目の BC から BT。 あ、663も空いてね。ピンチやちょっと待って、どうしよう。空いてる台、これは、あ、だいぶへこんでるか。なんでグラフ出てこへんのこれ。とりあえず3日間はへこんでる。なんで出てこへんの。まあこれ多分プラスですよね。88の66は、ちょ、一旦これ一旦抑えますわ。ちょ、他見に行きますけど、傾向としては結構昨日出てる台は前日前々日とかへこんでる台多かったんですよ、がっつりと。上げ狙いは通用すると思うんですよね。だから624打ちたかったな。まあや、はい、とりあえず絆の651番台、この台がまあ一応3日4日ぐらいかな、へこんでるんで、まあ、狙うとしたらオーソドックスな上げ狙いがいいんじゃないかなと予想してますので、まずこれちょっと判別しながら打っていこうかなと思います。まあ、正直初見のホールさんなんで分からない部分の方が圧倒的に多いという部分では、まあこの台だけじゃなくて僕が何台かピックアップした候補台、この挙動もしっかりと見ていって、まあ仮にね僕の台だけ良くて他がピックアップしていた台が悪ければ、これもたまたま出てたとかいう可能性もあるんで、まあ常にね状況は見つつ打っていこうかなと。12ゲーム強チェリー、これで長考とか言ってくれれば、あ、行ったってことは多分合格スタートやったかもわかんないですけど、多分ってことは一応変更かなと判断してもいいんじゃないですかね。ああ、残念。チャンス目1回、まあ、リセットされていればモード C 以上でスタートする可能性もぼちぼち高いんで、パンとね上がってくれてればっていう、まあ、6やったら 50% でチャンス目引いたらモード上がってくれるんで、だ一発目の BC 引いた時の BT に、まあ、変更時は期待と。70ゲーム降格中のチャンスリプレイ、これは指してほしいとこ。6、7、50%、15で40%ある。発展花嫁修行、チャンスアップがない。あ、外した。ああ、まあ誠さんやっぱ朝一バーサス取れちゃったな。てか朝一バーサス行くとかもうむっつりスケベ以外何者でもないっすよね。
そういう人がね、朝一 A タイプってかただの偏見か、これ関係ないか、大ごけしないんと思うんですよね、誠さんに関しては。そういうタイプの打ち方、まあ、ギャンブル嫌いや言うてたんで、だから凱旋行ったりとかそういうことはあんまり、しかもこれ先鋒戦なんで、ここで大ごけしちゃったら後にかなり後続の方々にね影響を及ぼしてしまうんで、まあ固く来るからね、僕もできれば投資少なめにこれ見切って次行って、まあ、積もれるのが一番いいですけど、だバーサス積もられたややこん、ある程度安定して出ると思うんですよね。積もられた僕も絶対積もらないといけないんでね。199ゲーム、ボインからのチャンスリプレイ、で胸乗り胸乗り当たらんの、当たらないね、あかんあかん、 3回スルーしてるチャンリプ、スルーしてる場合ちゃうねんて、当てないと、あ、赤い211ゲーム、チャンスリプレイで後期、さあこれどうか、熱い熱い熱い、当たってるやろ、これチャンリップとかレア役いらんで、あ、OK、はい、214ゲーム相当し7本でチャンスリプレイからバジスクチャンス確定です。赤一色 LED 白かよ、白か、まあ、一旦玄之介でいきますね、500人まあ一応チャンス目3回引いてますからね、あーでチャンリップ引いた、厳しい、はい、とりあえず一発目で BT 突入はなしで時峠スタートなんで降格スタート、僕今日の勝負においては先行したいんですよね、で誠さんをバーサスから、まあ、引きずり下ろすというかやめさせる、で TRT 機に、まあ、取り返さなあかんっていう風に思わせて移動させるっていうのが、まあ、まず最初の目標なんですけど、ちょっとね、ちょっと立ち上がり今んとこまだまだ良くない、チオチェリー同時当選の、まあ、スラッシュが2位だったんで2度まりだったんでそこまで熱くないですけど、チェリーで同時当選してる場合は、なんだっけ、赤の中化けだったかな、おっと8位、まあ当たってるとしたら化けの可能性高いですけどね、赤7ビッグ成立してる場合は左止めて上段バー止めてれば4コマ滑ってくるはずなんで、スイカかよ、まあ、うん、チェリー止まって左、今下段に止まってましたけど、同時当選してる時ってリリースになりやすいと思うんですよ、どうだろうな、ちょっと待って、何何、で、うん、左リール上段バービタで押してればここからベルないんだけどな、三好が早かったってことだね、まあ、そのチェリー同時当選の時に絶対リーチ目の形になるかどうかっていうのは分かんないんでね、まだそこまでチェリーの時に注意深く打ててないっていうのがあって、多分そのバーをじゃあ上段に押してバーが中段に止まる、チェリーが上段に止まる入賞系と
バーを中下段あたりに狙ってチェリーが下段の手、チェリー下段から入賞するタイプだと多分その、まあ、リーチ目の法則も同時挑戦の時のリーチ目の法則も当然違うんで、お、あるよメテオ。プラスしちゃったか。チェリー絡みの同時当選のした時のリーチ目っていうのがね、まあそんな分かんないですよね僕。たまにこうツイッターとか見てるとバーサスの多分ほんとすげーなんだろう、打ち込んでる人たちのリーチ目集みたいなのがこうタイムライン上で出てきたりするんですけど、全然知らないやついっぱいあるもんね。絶対気づけないやつとか本当たくさんあって、まあそれすらも覚えてないんですけど、絶対見逃しちゃうじゃんっていう。おお、気持ちいい攻め出たな。予約当たりました。448。今左3連 V の下段に V 狙ってバーまで滑って小屋外れなのでバケオアビッグなんですけど、攻め的違うな。目押しミスってましたね。目押しミスってたんで V でした。終わる。まあでもとりあえず初めてビッグ。トータルの投資がね14,000円です。うねえ、追加8,000円かな。さあここからっすよ本番は。まあ、現状子役はだいぶ良くて、何ゲーム回ってんのかな、トータル700ちょいぐらい回ってるんですけど、ちょっと回ってるか。ベルが68回で追加17回。まあ、大体ビッグ1回につき1回以上出てれば3連 V が、まあ、上昇の可能性が高くなる感じかな。こっちは1回でした。両方とも1回ですね。13-1と20-1、うん、微妙だな。負けかな。この時点でスイカの取りこぼしのボーナスなんでね。で右スイカは転廃してないんで、あー負けっぽい。43ゲームレギュラー。この1個前のデビューもちょっと怪しかったのかな。多分右が押せてっぽいな。まあ島の中で圧倒的には群抜いて当たってるんですね。大体5回、僕も4回ですけど、4回5回という台が多い中、今8回目のボーナス消化中で US ゲーム中の方の外れがね、だから全部数えてはないですけどだいぶ出てる。お、ピンクイ90ゲーム降格中のチャンスリプレイ、まあ当たるでしょう。まあリプレイで何もなかったっす。あれ、ああ96ゲームチャンスプレーからバジスクチャンス、外し追加投手で9本ですね。青い色 LED、 また白また白、まあ、
厳しいな。はい、にする。ちょっとね、これ危ないやつのような気がしますよね。時刻テーブル、まあ、わかんないですけど、だってチャンス目結構引いてて上がってないし、上がってないということはね、6の可能性もちょっと薄くなりますし、まあ、ちょっととりあえずもう一発 BC 引いてどうしようかなと、ちょっと月見て、おぼろで月見て考えるとします。まあ、誠さんのもう一つのイメージというか、まあ、オープニングでちょろっと言ってましたけど、多分ねポーカーフェイス的なとこかなりあると思うんですよ。なんか大負けしても大勝ちしてもオンみたいな、オンめちゃ勝ったみたいな、めちゃ負けたみたいな、だからそういう人って対人戦強いと思うんですよ。焦ったりも多分しないですし、まあマイペースと言いますか、だからね乱れてくれへんと思うんですよね、精神的には。いやー、ほんまやりにくい相手なんですよね、難しい。絶対自分から崩れてくれないっていうのは、こっちがやっぱ手玉を出さないといけないっていうことなんで、僕こういう対人戦とか黒バラ以外ではほんまに乱れますからね、むっちゃ弱いんで。ちゃ、うんうんってなんすかそれ、うんうんって、今見えたぞ。だからね、そういった意味で今すでに投資10本やし、もう不安になってきた、いろいろと。351ゲームチャンスリプレイ、そろ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 当たらへんやつやんこれ。露天風呂、360ゲームチャンスリプレイ、もうええやろ、もう当たっていいやろ。ああ、もう当たる当たる、これは当たる。ああ、長かった。はい、総投資追加投資で18本、365ゲーム、マジックチャンス。あかん、 LED 白や。いやー、マジかよ。エフェクトなし。満月か。いやー、まあまあ最悪パターンやなこれ。どうしよう、ちょっと一旦見に行きましょうか。追いづらい、どうしましょうかしら。これちょっと一旦キープしようかな。まあ、420ゲームでソーベル回数が48回で、もしかしたら対決連にいる可能性もあるところなんですけど、ノーボーナス。機能がめっちゃ出てるんですよね。まあ、高設定かどうか分かんないですけど、まあ、高設定だとしたら据え置きならそれでいいですし、まあ、4000枚以上出てますもんね。でリセットならまあ下げリセで、これからでもまあ期待値あるんで、ちょっとこっちに期待値を追いましょう。移動します。ただまあ4コマ滑ってくるのはリップなんで、当たってた、よかった、セリ
道ですね、今のは。いや、かかって、あー、もう勝ったよっしゃーしゃーしゃー、ストック。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩のときも、ごめん仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ。